第92回関東大学バスケットボールリーグ2部リーグは第11節第4試合を迎えます。これからお届けしますのは大東文化大学対江戸川大学の一戦。ここまで10戦全勝の大東文化大学に対しまして7勝3敗ながら現在6連勝中の江戸川大学が当たります。前回このカードは9月4日に行われてまして、その時は大東文化大学が81対59で勝利しております。しかしそこから江戸川大学も日体大に敗れただけで、その後は6連勝という結果で現在来ております。さあ両チームのスターティングメンバー、大東文化大学はもちらみですか、それから葛原大地、それからビリシベミエ、熊谷浩、もう一人が奥住でしょうか。一方の江戸川大学、こちらは平岩が見えます。そして大場、エリック・ジャガニー、安岡龍斗、55番の平子亮太、さらにはもう一人は一方です。49番の飯田が今日はスターティングファイブ。ボールは大東文化大学に持ち並みからもビリシデミエシュート、これは外れました。安岡リバウンド、そして左側からここはインサイド、大場エリック・ジャガニー決めてきました。まずは大場エリック・ジャガニーが決めてきました。リバウンドは3位、リバウンドランキングは現在3位、1年生200センチ明徳義塾高校出身です。ここまで全ての試合でスターティングファイブ。今度は外からスリーポイント、23番、いや、こちらは奥住雅人です。今度は江戸川大学、安岡です。安岡も決めた、安岡も決めてきました。得点ランキングは2位、143得点、スリーポイントランキングは1位、アシストも4位に入っています。おっとここはターンオーバー、江戸川ボールに変わった。安岡のシュート、これは決まりません。ゴール下はモチラミング取ります。ボールは大東文化です。奥住から葛原、そして奥住3、リバウンドは大東文化、ビリシデミエ、5対4、江戸川1点リードに変わっています。ローポスト、大間エリク・ジャガニーと持ち並みのマッチアップ、1年生投手のマッチアップは大間エリク・ジャガニー、大間エリック・ジャガニー、200センチ明徳義塾高校出身の1年生です。さあ葛原、これはゴール下でファールがありました。モチラミンです。モチラミンのファールがありました。飯田が上がっていきます。そして平子は中に入れない。そして受けたのは平井はアンソニー・コリン、平子のスリーポイント決めてきました。平子です。立ち上がりはどちらかというと江戸川がペースを握ったか。ビリシベミエ、今度は熊谷浩、ここはターンをしてゴール下、モチラミン決めてきました。モチラミンです。残り7分3秒、
パウンドパスに反応しましたがそこでファウル。91番ピリシレミエ、第1クォーターも残り7分を切っています。飯田が決めます。飯田スリーポイント、今日はよくスリーポイントを決めています江戸川大学です。今度は熊谷から持ち並みハイポスト、ここはオーバーエイクジャガリとマッチアップ。おっとこれは今度は持ち並みがしっかりとやり返しました。今度は江戸川です。平子のスリー、おー平子です。平子今日2本目のスリーポイント。江戸川大学のベンチが風盛り上がってきました。奥住から熊谷以降、そして葛原のところ、これはファール。1番左はアントニー・コリン。熊谷のシュート、これは決まりません。ピリシレミエのリバウンド、ゴール下のファールは持ち並み、いやオーバーエリック・ジャガリのファールでした。フリースローはピリシレミエ。一本外れます。2本とも外してしまいました。その後のボールは持ち並み、どうだ、ラインを割った、アウトバウンドは大東文化大学ボール。スコア16対8、江戸川リード8点。そして葛原シュート決めてきました。そしてボールは大東ボールに変わっています。鈴原、そして左サイド奥住、ローポストはボッチラミン、ボッチラミンシュート、これはアウトバンク、江戸川ボールに変わります。飯田が持ちます。そしてインサイド、平岩ソニコリン、どうだ、決めてきました。平岩が決めていきます。これで18対10。奥住、葛原、そして熊谷こう、奥住です。熊谷が出して、熊谷シュート決まりました。ボールは今度は安岡インサイド、飯田のところ、これはラインクロス。選手変わります。花井大吾がコートにしました。大東文化大学です。18対12、立ち上がりは江戸川のペース。おっとここはディフェンス、安岡がついている。かわしていきましたが、リバウンドは平子です。よく取りました。平子が上がっていく。そして左、飯田からローポストはオーマーエリキジャガニー。ここは持ち上げとのマッチアップ、打ってきました。おっとこれはリングに嫌われた。オーマーエリキジャガニーと持ち上げのマッチアップ、今日はぜひご注目ください。そしてビリシルミエ決めてきました。ここはここまで全て勝ち上がってきました大東文化大学。ファールです。熊谷のファール。安岡です。そして平井は、平子ゴール下入っていった。どうだ、決めてきました。平子ゴール、平子が得点を決めて、これで20点目。
速いペースで20点台乗せてきました江戸川大学です。福原、そして持ち波、スイッチで受けたのは熊谷、熊谷のシュート、いや持ち波のところはこれはファールです。平子です。ライトボール、熊谷逆サイド、花井のスリーポイント、これは少し見なかった。平子のボール、平子リバウンド、そして安岡、おっ田野場、花井がよく取って、もう一度江戸川ボールに変わります。平子取り返します。ゴール下突っ込んで、これはモッチラミンのブロックショット、よく当てました。平子、そして安岡、スクリーンに大前行きながら行く、かわすようにインサイドのところ、これは大前、あーどっちが取る、おーっとボールは大東文化に変わります。葛原です。そしてビリシビミエ、回り込むように逆サイド振った、葛原からインサイド、ビリシビミエ、これは決まりません。リバウンドは江戸川です。残り2分38秒、ちょっとゴール下入っていきましたが、これはボールは大東文化に変わっています。花井から熊谷コースリーポイント、熊谷コースリーポイント、これで20対16に変わっています。17に変わっています。今度は江戸川です。残り2分6秒5秒と刻んでいきます。第1クォーター、安岡回り込むようにして、大間エリック上がりのところ、これはモッチラミンが奪います。そして熊谷以降、逆サイド、ビリシェミエ、金井、ここはビリシェミエから熊谷、そして葛原のスリーポイント、これがエアボールになってアウトバーンズ。江戸川大学ボールに変わります。安岡が運びます。残り1分30秒切っています。第1クォーター、おっと大間エリック・ジャガリーのところにパスが合いませんでした。ボールは大東文化、花井、葛原、そして熊谷、高い位置からモッチラミン、モッチラミンが打ってきました、決めてきました。モッチラミンがしっかりとジャンプをして打ってきました。残り1分切って1点差まで詰めてきました。今度は平子、ラストか、ここは1本決めておきたい江戸川です。ここはオマリキジャガニンシュート、ゴール下の攻防はもう一度江戸川です。外からスリーポイント、これは短い、モッチラミンリバウンド、そして一気に、おーっとまだ持ち波が持つ、よく粘りました。そして持ち波ゴール下に入って決めていきました。持ち波、なんとなんと、よく粘りました持ち波、思わず笑顔が出ましたが、安岡のスリーポイント、これはリバウンド大東文化。ここで第1クォーターが終了。1対20、大東文化が1点リードに変わって第1クォーターが終了しております。